一番早く確実に痩せる方法をお伝えします。あなたはこんなことでお悩みではないですか？例えばこう最近代謝が落ちてきてこう太りやすくなってきたなですとか、もう運動が大の苦手で続かない、もうすぐにリバウンドしてしまう、もうどうやったらもう一番早く確実に痩せることができるのかしらと思っていませんか？そんなあなたに朗報です。この動画のお話、ご覧いただきますと、一番早く確実に痩せることができるんです。その方法、解決策を今からお伝えしていきますね。まずですね、ポイントは、代謝です。代謝、その代謝はですね、3つの、代謝から、まあ、構成されているわけなんですけれども、もうご存知かもしれませんが、その一番割合占めているのはこの1番、基礎代謝と呼ばれるもの、全体のもう 70% がまあここなんですね。ということはやはりこの基礎代謝が高い方は痩せやすいということなんです。でなぜかと言いますと、先ほどこう運動が苦手だなとかね、悩んでませんかってお伺いしましたが、実はですね、この基礎代謝というのは、たとえあなたが全く動かなくても、寝ていても、何にもしなくても、勝手に体が、エネルギーを消費してくれるその代謝量のことなんですね。すごいですよね。何にもしなくても燃やしてくれるわけです。が7割。で残りのまあ 30% のまあ 20% がこの2番。たったの 10% がまあ3番ということで、ちょっと次に移りますよ。今そのお伝えしたその基礎代謝は何にもしなくてもエネルギーを消費してくれますということでしたね。がもう 70%。で、この 20% は生活活動代謝。まあ、簡単に言うと運動です。体を動かして、まあ、筋肉が実はまあ、たったのまあ2割ということなんですよ。ですからもちろん運動も大事、筋肉も大事ですけれども、そこにだけ集中するというよりは、こちらにシフトした方が一番早く痩せることができるということなんです。で残りのたったの 10% はですね、実は3番、食事誘導性熱産生代謝です。これは何かというと、例えば私もそうですが、こう食べますよね、美味しいお食事よく噛んで、するとこうだんだん体がこうポカポカ温まってくることってないですか？こう食べ出すと、もうなんかこうふうふう汗かく方とかもね、いらっしゃると思うんですが、その時に使うまあ熱量のことですよね。食べることでまあ代謝が上がるということです。さあいかがですか、代謝の割合。もちろん一番の基礎代謝にシフトしていきたいですよね。でそこでじゃあどうやったらその基礎代謝を上げることができて一番早く、痩せることができるのかというその方法についてお伝えしていきます。まずですね、もう大前提です。1つ目、腸内環境が良いことになります。なぜかというと、その腸内がですね、その血液を作っているわけですから、まあ、そこが汚れているということはその全身が悪いものが巡るので、まあ、何をやっても痩せないですよ。決して痩せる体質には生まれ変わることがこうできないということなんですね。でこの私は、まあ、微腸活の専門家ですから、この腸内環境に関しては別の動画でたくさん、アップしておりますから、そちらをぜひご覧ください。そしてその腸内環境が良いというのが前提で、やっとこの肝臓がやはり元気に動いてくれるわけです。で2つ目、まずは、肝臓の機能を上げましょうということです。実は、別の動画でもお伝えしてるんですけれども、この基礎代謝を上げるためには主にですね、こう内臓が元気になる必要があるっていうお話をしてるんですが、その中でも、まあ、腸、肝臓、実は肝臓が一番ですね、その、まあ、機能を、まあ、担っている臓器ということなんですね。筋肉の 1.5 倍も働いてくれるわけですから、私たち女性はですね、特にその男性に比べて筋肉ってつきにくいんです。男性、まあ個人差はあっても男性の20分の1ぐらいしかつかないって言われてるぐらい、本当つけるの大変なんですね。
で、筋肉を例えば1キロつけようと思ったらもう何ヶ月もこう激しいトレーニングをですねしてこうつけないと、もうなかなかつかないです。すぐにやっぱり何もしないと落ちますよね。ですからその筋肉を、つけるのも大事ですが、それ以上に肝臓をまず元気にしましょうということです。でここでじゃあどうやったら肝臓が元気になるんですかということですが、大前提は腸内環境を良くしましょうねですが、肝臓が喜ぶことを、してあげてほしいんですね。で、一つは一番良いのはその腸内環境を良くすること。で二つ目は肝臓に負担をかけるようなものを食べたりしないということです。で具体的に今からお伝えしますね。例えば高タンパク高脂質、お肉ですとか卵ですとか、こういったものを食べ過ぎないようにするだけで肝臓の負担がもう一気に減ります。でまた他に負担をかけるものといえば、食品添加物であったり、農薬であったりですね、あと人工甘味料もそうですよね。こういったのを、入れずに肝臓の負担を減らしてあげるということで、また逆に何を食べたら肝臓が元気になるかということですが、その肝臓の形に似た食べ物なんですね。で代表的なのがしじみです。貝ですよね。しじみを召し上がるのも良いですし、ちょっとアルコールも控えた方がいいでしょうし、あと梅干しも肝臓が喜ぶ食べ物ですから、まとめますとしじみや梅干しを適量召し上がっていただくということ、あと肝臓に負担をかけるものは入れないということ、この2つです。で最後こちら3つ目、良質なタンパク質をしっかり摂りましょうということです。タンパク質はですね、やっぱりこの肝臓や腸、臓器ですよね、のその材料なんですよ。筋肉ですから、筋肉の材料はタンパク質なので、その体重を落とそうと思って極端にタンパク質を落とす方がかえって太ってしまいます。なぜかというと内臓が元気にならないからです。ただここで言うタンパク質は良質なタンパク質ですよ。先ほどみたいな高脂質高タンパクすぎるものばっかり食べてしまうと、負担かけてしまうわけですから、お肉も卵ももちろんいいんですけれども、他にもお魚であったり、大豆製品ですよねであったり、ナッツ系であったり、あとは乳製品も取りすぎなければ OK です。発酵したチーズ、良質のチーズですとか、ヨーグルトもいいんですが、決してこうキンキンに冷えたものではなくて、ホットヨーグルトがおすすめです。私も必ず温めて美味しく蜂蜜ちょっと入れたりしてね、いただくこともあります。そして平均的にですね、こう成人にとってタンパク質、だいたい1日かけて 100g 摂りましょうというお話もあるんですが、今回は成人のその私たち、女性に特化した摂る量を今からお伝えしますね。まず、あなたの体重のかける1.2g が、適量、1日あたり摂取するタンパク質の量と考えてください。でもそう言われてもこういちいちね測るのってなんか大変じゃないですか、いくらみたいなね。その時はですね、目安ですけれども、こう拳作っていただいたら、この拳の表面積ありますよね、これぐらいの、量、大きさですね、これぐらいの量のタンパク質を朝昼晩に上手に分けて、しかもその種類をですね豊富に摂っていただきたいですね。同じものばっかり食べてしまうとですね、その腸内細菌のその細菌の種類が偏ってしまいますが、よくないです。やっぱりバランスよくいろんなものを美味しくいただく適量をが一番ですよね。ですから、また繰り返しますけれども、まとめです。まずは方法として1番、腸内環境を整えること。2つ目、肝臓機能を上げてあげること。3つ目、良質なタンパク質をこうしっかりとってあげることなんですよね。さあ、いかがでしたか？どれもそんなに難しくないですよね。ちょっと気をつけてあげるだけで、あなたはその極端な食事制限をする必要もなし、もうハードなですね、運動を何ヶ月も、もう何年も続けることもせずに、基礎代謝を上げてあげるだけで一番早く確実に痩せることができるんですよ。さあ、このお話いかがだったでしょうか？
あなたご自身と、そして大切な周りの方、ご家族のためにぜひこのお話シェアして差し上げてください。そしてあなたからたくさんの幸せを届けて差し上げてください。そのお役に立てましたらもうとっても嬉しいです。そしてこのお話繰り返しご覧いただきまして、腑に落とすまでですね、インプットしていただきたいと思います。また本当この話役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。